さてスペース始めますが、今日は誰もまだ来ていません。今日は私が小袖を着る以前の話というので1回目話しようと思っているんですけど、まあ誰かが来るまでは、そうですね、歌でも歌ってみましょうか。今日のそうですね、小袖生活の今日木曜クラスをしてきて、ちょうど帰ってきて、で時間的にまあもし食べれたと思って夕飯を食べました。これちょっと録音してみようかなと思ってます。あの手元の方のね、録音で手元の録音してみようと思います。でまああの慣れてないこともあるんですが、まあ、何でもチャレンジして試してみて、お、本当に誰も来ないぞ。まあそれもいいかね。あ、こんばんは、ようこそ。これからね、まだお話あの始めてなかったので、どなたか来てから始めようと思ってました。一応あの録音をね、スペースの方のツイッター機能じゃなくて自分の手元の方で今日録音してみようと思ってます。まあ、どこに使うかわからないんですけど、まあ、どんな話が出るか自分でもわからないので、まあ、記録として、そうですね、今日は今ちょうどね、小袖生活を終えて木曜クラスから帰ってきて、でご飯をね食べる時間ないかなと思ってたんですけど、意外とあの出かける前に夕飯仕込んでおいたのを温めもせずパパッと今食べて、ちょうど準備の時間できて、こんな時間から始めております。実はね、明日の名古屋クラスの方に出張で行くので、朝早いから、まあ、前回は10時半からだったんですけど、今回はちょっと早めに、早めって言ってもまあね、あの夜のクラス終えてから帰ってきて始めるので、まあ15分ぐらいからがギリギリかな。であとあのこのね、木曜クラスの後にこういうおしゃべりするっていうのも、あのずっと子育て教室で話をしているので、まあ、大体いつも物作るのを教えている、まあそうね、伝えて作業のために、まあ私が話している以上に、あの皆さんの作業手元、まあ順調に進んでいれば、あの私の方がひたすらこんな感じで思いつくままに話をしているんですね。で今日もまあいろんな話してきたんですけど、まあでも今日はね、あのこの小袖を着る以前の話というテーマで話してみたいと思います。で、まあ、1っていうのはどこまで話ができるか30分でわからないので、まあ、とりあえずまあもともと私はそうですね、一番最初に着物を着たのは、まあもうもともと母と祖母が着物を着て生活をしていたところに生まれているので、まあ、私が10代後半になったら、まあ、ほとんど母も着なくなっちゃいましたね。でも私はまあ子供の頃に大人2人の女性がね、着物着てるから、あ、私も大人になったら着物着るんだっていう、もうあ、それが当たり前な、着物着てこうやって暮らすんだろうなっていう、まあ、原風景としての女性が2人が着物を着て台所で働いている、まあ、掃除をしたり家の中のことで働くというのが当たり前だったんですね。で、まあそれが普通で、まあ、普通の家庭だし、特に特別でも何でもなく、だからそれを見てたから、あ、なんか周りが着なくなってって、あれあれあれと思いながらも、でもまあ自分の中で母が持ってる着物を、まあ、ほとんどね身長が同じなので、あと雪っていうね、あの手の長さも、まあ、体型が同じなので、まあ、私の方がちょっと細身ですけどね、母よりは。でも、着
着物のサイズとしては着れるので、母のものそのまんま着る形でした。で、まあ、母も自分でね縫っていたので、私に縫ってくれた着物は一番最初に大人になったら着れるようにって言って縫ってくれた着物を、まあ一番最初に多分18とか17、17の時はちょっとまだ家がガタガタしてたんで、まあ、18区ぐらいで来たのかな。でその時にまあ普通に子供の時から母が家でね着る時には、安子ちょっと着てって言って、必ずあのよそ行きの時はね、あのお太鼓で、まあ、結婚式の仲人さんやったりだとか、まあ、入学式卒業式に着物着てくれたりとか、まあ、何かの時には、まあ、着物着ていて、まあ、それを正装としていたので、着る時にお太鼓結びの時は必ず呼ばれて手伝ってたんですね。でもうん、母がだから、まあ、普段着の着てる時は逆にほとんど、うん、まあ、私の中で印象に残ってないだけかもしれないけど、まあそんな感じだったんで、自分がいざ着るとなった時 もう手の動きとか着る順番はもう全部見て知っているから、うん、何も問題もなく着れましたね、うん、なんかそれは不思議なんだけど、やっぱり門前の小僧ならわぬ教養を持ってね、よくそのお寺に住んでいる小僧さん、子供はあのお経を覚えようと思わなくても毎日毎日聞いてれば自然に覚えますよっていうことわざと同じように、自然と、まあ、手の動き、まあ、帯をね巻いた時とか腰紐結ぶとか、まあ、伊達締めとか、まあ、それは力加減はやっぱりね母にそばで見ててもらって、もうちょっとこことか、まあそういうふうなことは言ってもらいましたけど、何から何まで教えてもらうってことはなかったです。あ、こんばんは、ようこそ。今ちょうどね、あの母が普通に着てたのを見よう見まねでもう自然に最初から着れたという話をしていたところでした。あ、どうもありがとうございます。で、そのね、自分でまあ自然にさっと着てだけど、なんか違和感があったんですよね。で、まあ、着物を着たい、でも18くらいから着物を着てましたけど、まあ、20歳の時の、まあね、あのまたそれはまた別の時に話しますけどね、振り袖の代わりに、まあ、結城紬を私のために仕立ててもらうというエピソードもあるんですが、またそれはまた別の時で、うん、自分の中で、まあ、着物を何度も家でね着たり、まあ、お正月の時に着たり、お正月って言ってもその晴れ着っぽくじゃなくて普段着のね、あの紬の着物をお正月に着たり、あとあの友人とあのどっかだったかな、なんかクリスマスで出かけるのに、なんか年上の女性のね友人の人と出かけるのに着物着ていこうと思って着物着ていったら、すごい喜ばあれだ、画家の友人の方の個展に着物着ていったりしたんだ、うん、でだからもうそれも別に普段のね紬の感じで、で着てる時に、まあ、20代で何度も着てたんですけど、着るたんびに何か違うよな、何か違うよなっていう感じでした。なんか何だろうこれはって、でまあ自分で着てれば分かるんだろうと思ったし、であと着て着物を着てる人も、その当時はね今みたいに本当によそ行きの人しか着てないんじゃなくて、普通に普段着で着る人もたまにやっぱり、まあ、見かけてたんですよ、東京とか横浜に住んでて。そうするとなんか着物を着て自分が着てても着てる人とでも、まあ、ちょっと話知り合った、全然別のところでね日本各地旅してた、20代結構旅してたん で着物のことを話すると結構皆さん教えてくださって、で中にはあの別にもう着慣れたらね、もう別に朝起きたら電気つけなくて真っ暗の中でもねさっとそのまま着れるようになるわよなんて言われて、へえー、そうなんですかなんて、そういう、まあ、あの本当普通に着慣れてる人との話の中で私の疑問をいろいろ聞いてったんですよ。そしたらみんななんかね聞いてもね、ある一線から先はなんか教えてくれないって、その時私は思ってた、教えてくれないって、だから私がもっと着れるようになったら教えてもらえるのかなって思った部分が、その
胸の帯をね巻くことそのものがどうしても違和感があると、それもちゃんとね率直に、今みたいに着物を着てるからってとやかくああしなさいこうしなさいみたいにきつい言い方なく、みんな普通にその疑問を投げかけられるような、なんだろうな、そういう意味じゃあんまり堅苦しくなかったんですよね。もう私が二十歳ぐらいの頃だから、ちょうどまあ30年前ぐらいですよね。でその時はそんなにうるさい感じではなく、まあこういう風に着るものよっていうより、こういう風に着ると楽よっていう感じで普通にきつくもなくいる、まあ崩れもせずに教えてもらう感じで、で胸帯巻くのになんか私違和感があってっていう話すると、みんなそこはうーんって言ってこう口がこうくぐもるというかね。でその時はそう思ってたんだけど、まあ、今こうやって改めて小袖をね自分でいろいろ着てから勉強するようになって、まあ、昔の文献や資料ね見るようになって、着るのが先だったんで、で小袖を知るのがもう着た後からだったから、まあ、本当になんだみんな知らなかったんだっていうのに気がついたのは随分後になってからなんですよ。なんかまあその当時はね自分が年配の着物知ってる人に聞けば分かると思ったんで、もう着物好きだとか着るって言うと、もう突っ込んでよく聞いてましたね、いろんなこと。まあ、だからそれがあったおかげで着物を着る、ね、着物をどうやって着るか、どうやって選ぶか、どういう風に使ってるかっていうのが、今みたいにとにかく綺麗に着てみせるっていうのがだけってなってるのがやっぱ違和感があって、着たい時に着る、それは普段どういう時に着なきゃいけないとかいうの一切なく、洋服着るみたいに今日はちょっとこれ着たいわ、で着たからちょっと出かけてこようかしらねみたいなぐらい、なんか後付け的な、なんか着るのが目的っていうよりも、なんか日常の延長線上で皆さん着てる人が多かったんで、まあ、話ね、私みたいなちょっとこう着物に対して疑問、普通はねみんな私の周りの人たちも同世代のもね着物着てた人、大概昔お正月に着物着たんですよね、 OL さんとかね、事務所にもお正月はみんな晴れ着で行くっていう風習がある一定の世代までやってたの、慣習だったので、みんな着てるんだけど疑問に思う人はもうほとんどいなくって、言われた通りに着る人が多かったから、私みたいに疑問に思って聞くっていうのはまあ面白がってくれたんですよね、着物着てる、まあ着慣れてるね、日常に着慣れていつでも着ることを選べるような感じで、着ることに対して何にもその抵抗も格式ばってで、それを威厳にしてるわけでもなく、資格があるとかないとかも一切そういうこと関係なく、まあ一定の世代までは普通に着物着るのが特別では全然なかった人たち、まあ、そういう人と出会って、まあ、自分の中の疑問を突っ込んで聞いてよかったなと思いますね。でじゃあ私がおはしょりがある着物をその当時ね、着てた時にじゃあどういう工夫してたかっていうのも実はいろいろあって、まあ、今日はねちょっと触りなので、また2回目ぐらいの時にその着物を着てた時の工夫のしてた、まあ、おはしょりある着物の時のね工夫してた、こうちょっと細かいこともねお話してみたいなと思うんですけど、でもそのね工夫をしなき、工夫する方向性がいろいろ本当工夫したんですよ。道具も自分で着るためのこうやったらいいんじゃないか、やったらいいんじゃないかって、でやればやるほどね、なんでこんなに一生懸命やんなきゃいけないんだってね。だってその私がそうやってね今までいろんな人に会うたんびに、まあ、日本各地ですよ、各地行って、まあその時私はもう18から久留米の門平、まあ、そんなに高いもんじゃなかった、安い方のね1枚3000円とかぐらいかな、なんかそれぐらいの、まあ久留米のねかすりのもんぺ、まあ、量産品のものですよね、ゴムもんぺを履いていたので、
だそういう格好してると、あらそういうの好きなのって話から、旅先でまあ皆さんに、普通はみんなね、あのジーパンやあのトレーナーみたいな、あのそういうものを着てリラックスするような時に、私はゴムモンペを履いていたので、そこからまあいろんな人と旅先で話してたから、だからそういう人たちと話してた分、まあ、みんな基本のセットで、うん、別にこれとこれで着てるわよって、あとあの着慣れたらね、腰紐なんてね抜いてっちゃっていいのよってだって着る時に止めるだけなんだからとかね、そんな話も聞いて、へーなんて思って、で実際やってみたりね、あのその場で教えてもらうじゃなくて、あのだから着れる人同士の情報交換みたいな感じで、上の世代の人たち、いろんな女性たちとあのザックバランに話してたことがあったんで、だから、うん、その人たちが普通に基本どんどん自分なりに工夫して、別に本に書いてあるのあれ見てね、あの情報でねって言うんではなく、自分の体の感覚で慣れてきたらこういう風にだんだんなってって、こういう風な着方自分はしてるっていう話をまあいろいろ聞けた、それがまあヒントにはなってるんですよね。あの私は今本当ね、ここ何回もこれはね教室の時とか言うんですけど、本当着付け教室にね行っとけばよかったと思って、もうこれだけが何が悔しいっていうか惜しいっていうかね、もうこう子育生活、まあね、あの別に自分が有名人だとは全然思ってないんですけど、まあ、界隈では珍しいことやってるっていうだけで、まあ、あのなんとなく皆さんにはもう顔バレしてると思うのでだからね、着付け教室にね行ったら今なんかね道場破りみたいに思われてるだろうなとか、嫌がらせ来たんじゃないかとか、ね、なんか身構えられちゃったら嫌だなと思って、あの迷惑でしょそれはね、失礼になってしまうので、本当の自分で着物を着るのを工夫する女性たちと同じように、自分も私もおはしょりを、まあ、綺麗に整えるじゃなくて、折り紙みたいにやる発想のまんまの延長線上で着物を着るで、特段ねあの母が着てたのを見てたから、うん、特別な工夫してるつもりはないんだけど、でもなんかこれは変だなっていう延長線上で道具を作り、でもこんなに、うん、腰紐を少なくしてもいいって言っても、なんか紐たくさん使いすぎなんじゃないとか、こんなに道具いる、まあ、あの後輪ベルトもね、あの一時使って、後輪ベルトをとにかく使わないで襟元を整える、で、まあ、そうするとあの腰紐だけで止めたりするとやっぱ崩れてくるんですよね、まあ、私が体の使い方が、まあ、あのスポーツとかあんまり好きではなかったんだけど、あのスポーツでねゲームをして点を取って相手を任すっていう、そのルールがあんまり馴染めなかったんで、体を動かすのは好きなんですけど、だからどっちかっていうと普通に体、うん、畑仕事やそういうこうほうきで掃除するとかね、そういう風な体を動かすことは別に普通にできるで、かえって心地よかったりして一汗かいて、だから結構体の動かし方がその通常の日本女性がまあつつましく動くというのよりはかなりこう体がまあ暴れるような動かし方をしているんでしょうね。そうすると着物を着てるとはだけるわけではないんだけれども、うん、あのまあ、襟元がやっぱ緩む。で当時やっぱり、まあ、今はねあの皆さん襟の重ねはあの年齢関係なく自分の好きに、まあ、かなり襟を首に詰めて着る方とか、まあ、いろいろ選んでますけど、私がまあ、あのまあ、その20代の時はまだ女性、若い女性なんだから襟はこういう角度で的なのは多少やっぱり言われたことはありますね。で年齢とともに襟のその合わせは緩くしていくっていうのはまあ暗黙のルールであって、帯をちょっと下の方にすると年配の人みたいな帯の結び方みたいで、まあ当時は
ソコンもねインターネットもないので、自分から情報を取りに行って見に行こうとしないと、まあせいぜい図書館、まあそうじゃなければあまり古い写真なんか目に触れることはなく、まあ、でもあれかな、小津さんの映画とかをたまにその白黒のね昔の映画をテレビで放映してるとかいうのはありましたけど、でもそんなにあれはやっぱりあの舞台やドラマとかね、そういう映画のこうちゃんと衣装なので、日常の感じというよりは、ちょっと話達成しますけど、私はもう子供の時にあの電車に正座しての座ってるおばあさん見てますからね、世代的に多分皆さんあの信じられないと思うけど、あの草履履いてるとすぐねあの脱げるんですよ。だから靴、あの皆さんはねこう電車で椅子に正座、あの普通の横掛けシートですよ、あの別にボックスシートじゃなくてね、横掛けシートであの電車でもう正座するなんて、どうやったらできるんだろうと思うかもしれないけど、あの草履上げて履いてたらすぐにさっと脱げるので、もう本当にそう頻繁に見てたわけじゃないけど、たまに20代の頃だ、25年ぐらいとか前も見てましたね。あーいた、久しぶりに見た、そうこうやってやっぱりあの足が疲れてくるから足を上げて正座できると結構気持ちいいんだよねっていうのよくわかるからあの全然おばあちゃんもね、そうやってるおばあちゃんも違和感なく普通にお家でちょこんってね、あのこたつとかちゃぶ台に座ってるみたいな感じ で、私もあの子供の時に小柄だったので、結構あの前から 1,2 番を、ね、背の順に並ぶ学校では、小学校の時は前から 1,2 番を争ってたぐらい、まあ、背が子供の時は低かったんです。そうすると小柄だと、ダイニングテーブルのところね、なんかたまたまうちのね家が食卓のとこにソファーをくっつけて座って、でしかもそっちが子供が座る、大人がちょっと多い家庭だったんで、子供の頃あの父の弟であるおじさんとかに2人ぐらい一緒に住んでたんで、最初の頃そうすると子供がソファーの方に座る、でしかも座布団を半分に折ってその上に正座して、私ようやく食卓に顔、あの胸から上が出るみたいな、そんな座り方をしてたので、あの古い人間だから正座させられたとかじゃないんですよ、あの机に対して高さが足りないからね、食事しやすく、あのやっぱ胸から上出ないとね、肘がこうテーブルの上のねワンド取ったりとかできないんで、あのやっぱりある程度高さ必要だったんでしょうね。だから正座してソファーの上に座るって、なんか結構定番の習慣がついちゃったのか、なんか電車の中でもなんかあえて、あのソファーみたいなところに正座するのって全然なんかすごく違和感はありません、私の中では。はい、ちょっと脱線しましたけど、そう、それで、話戻すと、その着物を工夫して、おはしょりをね、まあおはしょりを畳むことは工夫はあるんだけど、なんせ私は帯ですね、胸に巻く帯がどうしてもなんかまず最初違和感があったことと、で私が29か8だっけな、どっちだっけな、ちょっと今ちょっとはっきりしませんが、それぐらいでヨガを始めたんですね。でヨガを始めてから、あの完全呼吸、まあ完全呼吸って別にあのパーフェクトって意味ではなく、あの息を吐き切って、で今度はまた息を吸えるだけ吸って、もうこれ以上入らないっていうぐらいまで、お腹、胸、あの肩甲骨、肩甲骨でと鎖骨の下のこの胸のね、あの胸の上の方のところまで空気をまあ入れる、まあ、入らないんですけどね実際はね、でもそこまでちょっとあのこう体が動くような、あの呼吸をまあ練習するときに、本当に肋骨がこんなに動くのかってぐらい動くんですよ。そうするともうなんかそういう風に体が動くようになっちゃうと、帯をね、着物を着て胸帯を巻いた時に
もう肋骨にその帯が当たってることそのものがなんかもう、うわ当たってる当たってるってうん、で別に帯を着てる着物着てる時に呼吸がしづらいっていうほどきつくは締めてないので自分で着るからね、うん、でもその呼吸するたんびに帯に肋骨が当たるんですよ。ゆるくね心地よく締めていたって当たる。それはそうなんですよね。肺に空気が入れば肋骨は左右にちょっとこう大きくなるわけです。わずかでもなるんです。そうするとそのためにこう触れる、なんか鬱陶しい感じになっちゃって、よりそこれはなんか変だよなって、女性はまあ男性女性ってあまりねこれはどんどん今もね性別ではないという話になってきてるので、あんまり女性男性で分けて固定化したイメージを持つようなこう表現はしたくはないんですけど、どちらかというとという意味でね、男性は体の感覚を頭で理解することはできるんだけど、今体に起きたことを納得するに結構時間かかります。で女性はどっちかというと、まあ生理が、まあね、あるなし関係なくにしてもやっぱりそういう骨盤の開閉で、まあ、下半身にやっぱいろいろね毎月いろいろ変化があると意外とそのなんか自分の体の変化を無視はできないんですよ。そうすると、まあ、体の感覚に敏感にならざるを得ないでしょうね。快不快で言ったら、まあ、多少不快に近い方の現象が必ず起きるわけで、でも私あまり生理はね最初は不快だと思わなかったですね。こう中学校の時に生理になって生理中期間に体育の時間で走り幅跳びやったらその時の方が一番いい記録が出たので、なんか自分の中では別に生理のそのことがあるからって体を動かせないとか自分が閉じこもった感じがなるっていうのは最初のなんか経験上あんまりなかったので、まあでもいろんなねこう 人によってそれぞれ違うのでこれも一言では語れませんが、でその肋骨の話に戻ります。で帯に肋骨が当たる触れるでだんだんね我慢ならなくなったんですよ。でこれ女性は本当に体の声を無視するという、人によってね、その時にその時代にね友人と話してて、夜寝る時にブラジャーをするかしないかって話で、それは着物と関係なくですよ、盛り上がって、で私はまあ寝る時にブラジャーはしない派なんだね、その時からね。である友人はまあ多少胸のねボリュームのある方だったんですけど、いやなんかその胸がどっちに行く行かないとかそういうこと関係なく、とにかくその胸にブラジャーがあることで安心して寝れるっていう話を聞いて、でまあその後から何かの拍子にいろんな人にやっぱりインタビュー的にそういえばそういうそのことについてどう思うとか、あなたの場合はどうみたいに何かの時に話を聞いてみました。でそれ本当それぞれなんですよ。人によってそのない方がいいって、起きてる時にないと不安、寝る時にはブラジャーしないけど起きてる時にノーブラはなんか不安だ、その面白いでしょ、不安なんですよ。でそれをもうちょっとこうインタビュー的に聞いていくとね、胸が見える見えないじゃなくて自分がなんかそのここにそのブラジャーがあることそのもので人と会う感覚がなんか整うみたいな言い方をしたような人も確かいて、本当にみんながみんな同じ表現ではなかったので、その時もまあそれもね書き留めとけばよかったですよね今もすっかり忘れちゃったけど、でも本当個人差あるんだな、これもね生理のこともそうだけど、ああ本当女性の体って個人差あるんだな、本当こういうことにしてもブラジャー一つとっても、でもねその時に私がその帯にね、もう一回ちょっと繰り返しますけど、帯に肋骨が当たることが気になってしょうがなくなって、で当時ワイヤーの入るブラが出始めた頃だったのかな、でね
ワイヤーが入ってないブラを探すのが本当大変になってね、ワイヤー入ってるブラのワイヤーを、穴開けてワイヤー取ってました。そうすると今度はね、形がね崩れやすい。だからそれがないと成立しないんで、失敗もしましたね。だからね、それでしまいにはブラジャーを縫ったりとかし始めてました、もう20代で。だからなんかね、その胸の動き、まあ、肋骨ですね、人が自然に生きているのに肋骨に枠をはめるって何なんだっていう疑問になってきたんですよ。今度大丈夫ですか、これ着物とつながりますよ、話がね。でみんな胸帯、その当時私また腰帯でね、女性もいたっていう中世の時代の話は知らなかったです。本当一切知らないです、情報知らないです。でこの胸帯じゃないんじゃないかってもう確信になっちゃったんです。これはもう体の感覚から。で二十歳ぐらいの時にもう胸帯じゃない、これじゃない着方はっていう確信はあったんですけど、もう一回そのヨーガをねやるようになって、体の動きに対して体の動きを阻害してるっていうんじゃなくて、それがでもそれがあった方が安心だっていう人もいれば、私みたいにあると落ち着かない、ね、こう結局息がしづらい。でもどうも見るとみんなその、まあ、人に着せてもらうと息ができないし、とにかくご飯お腹いっぱい食べれないから苦しいっていう話ばっかりがあって、周りは。で私はその着物が苦しいって感じはあんまり、肋骨に胸は当たるからなんか煩わしいけど苦しいのは一切なかったんですよ。だからなんだろうなこれはって、だってこんなに長い間着物がねずっと着てた、そっちの方が長いわけだから、なのになんでこんな風な着方なんだろうって自分でやっぱりじゃあ着方をちょっと変えていきたいなって思って、でそれこから小袖みたいにその、まあ、腰で帯できる形に小袖を知らなくてもねなるのはまたちょっとその後なんですけど、あそろそろ時間になったので超えちゃったので、そうですね、まあじゃあ次回はちょっといいところですが、そうでもまあちょうど区切りとしてはいいかな。次回はその腰帯で私が着るっていう風になったところのきっかけが、そのちょうど40歳ぐらいの頃に、まあこれもブログでもちょこちょこ書いてましたけど、でもあんまりそうね、こうやって話するこうやって喋って話するのと文章に書くのとだとまたちょっとニュアンス変わっちゃうんですよね。文章って記録に残るので、もうちょっと整えなきゃっていう形でねなるので、でもやっぱりその40歳くらいの頃に、まあ、体の、まあ、足が動かなくなって本当歩けなくなって歩きにくくなってっていう時のがきっかけが、まあ、腰帯の方に移行するんですけど、その時の感じもちょっとまた話を次回してみたいなと思います。でそれもなんか全部ね今もここまでちょっと話してた、私は形から入ってないっていうことが多分分かっていただけるかなと思うんですけど、体の感覚なんですよ。でそれに対してみんな疑問を持っててもこういうもんだと思ってるから、その疑問は自分の体の方が合わせていけばいいと思ってしまう。でも確かにねブラジャーで枠があった方が安心する、ノーブラっていうのは西洋の、まあ、社会ではね別に乳首が形が見えたってそこに人間の体してみんな持ってるもんなんだから、そこにあるものが当たり前でしょっていうね感覚の、社会と、いやもう見えたらそれはもうちぶさをもうあらわにしてるのと同じだっていうふうに今は日本ではなってしまってるので、まあ揺り戻しはね多少あるでしょうけど、いろいろ、ただ私は子供の時はやっぱりバスの中でもお母さんが赤ちゃんにおっぱいをねあげて、別にボロンと見せるわけじゃないですよ、洋服とかのところから、まあ、授乳しているのは当たり前に見てたので、なんか本当その人が自分の体じゃなくて人の体に対しての視点っていうのが随分本当変わってきたなって、だから見られることをものすごく意識する社会にまあなりすぎてる
のが、まあ、どこまでね、まあ、それも皆さんそれぞれの個人の感じですけど、まあ、社会全体としての部分でも、私は着物を着た時のまずやっぱり疑問の出発点が体の感覚。それはもう私もこうやって言葉ではお話はまあいろいろする工夫はしてますけど、言語ができない、これじゃない、なんか違うっていうふうにしか言えなかった。二十歳の頃もそうだし、その後も何回も着れば着るほど着るたんびにこれじゃないんだよなって、体の方から本当に違和感があったので、まあ結果ね、その自分の体の感覚を大事にしていたおかげで、まあそのあとで次回またお話しますけど、40になってからまあ大きくガラッと変わるきっかけがあったわけですよね。でもそれは本当に自分の中で、なんだろうな、違和感をなきものにするんじゃなくて、別にねそれは個人的なことなので、別に大それたことでも何でもないです。本当個人的に自分の体の違和感に気づいて、それにちゃんと目を向けるっていうのは、まあ、病気の発見にもそうですけど、私自慢じゃないですけど、風邪ひく直前分かるんですよ。これ熱出るな、これから出るぞこの感じはって分かるんですけど、その動物的に体の変化が自分で気がつける分かる、それすごく自分にとって、私にとってはですね、大事なものだったなと。なぜ何ってね、子供がなんで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 どうしてって聞く時期がありますよね。それと同じように、そのね、解決しないけれど疑問に思ってることって、実は何かのヒントからきっかけで、今の私みたいに自分にとって楽な子育て生活して、なおかつそれを求めてる方とも出会って、それをお伝えする形になって、で本当に、これもありだよねって言ってもらえるように、で私はね、何度もそれはちょっとまた最後にお付け加えますけど、お伝えしているのは、別におはしょりがある着物を否定はしてません。これはフォーマル、ね、武家の社会でそういうふうな晴れ着としての機能をやっぱりやってた部分もあるの で、それと中世、ね、江戸初期から前の腰帯でずっと長く着てた時代で、まあ、別に帯になる前の時代、紐もそうですけど、まあ、全部それをね、今の時代にコスプレみたいにやるっていうわけじゃなく、今自分たちが心地よく美味しく食べれるものを、ただ美味しく食べるだけっていう感じで楽しめばいいかなと思って、まあ、今はね、明日も、はい、名古屋クラスに小袖の縫い方、ね、手縫いの楽しみをお伝えしに行ってきますけれども、今日はちょっと、やっぱり木曜クラスで話したこのね勢いで誰も目の前にいないのに話してるみたいに、自分でもね、これ多分木曜クラスの後じゃないとこんな風に流れるように話できないと思うんですが、やっぱり子育て教室で、ね、皆さんにラジオを聞いてもらうみたいに話してるこの勢い、結構大事かもしれません、はい、なるべくだったらちょっとね、この何話そうって固まることないこの流れがある木曜クラスの終わった後に話できたらなと思いますが、はい、ちょっと長くなりましたけれどもありがとうございます。でちょっと最後に皆さんに、サインで質問に答えてもらえてもいいですかね。着物を今着てる、着慣れてる人でもいいし、着てる着物を着た経験がある、あと着物を着て、着たことある、着たことないでもいいかな。じゃあ着たことある人はハートマーク、着たことない人は V サインっていうんで、ちょっと今皆さんアンケート答えていただけますか。ハート、ありがとうございます。ある、ハートハート、はい、ハート。あとお二人いかがですか。ハート、来た、
もう一人の方いかがですか。あ、まあ、もしサインしたくなければないでもいいです。あ、でもほとんどの方が、あ、ありがとうございます、ハートマークありがとうございます。ほとんどの方が着物着た経験あるんですね、ありがとうございます。じゃあまたね、あの皆さんが着物着た経験がある方も、あ、そうそうって思ったり、あ、ちょっとそれは珍しい、あの情報と、ね、あの楽しんでいただけるようなものを届けられたらなと思います。じゃあ今日はどうも遅くまで、ね、ありがとうございました。聞いていただきまして、また次回、そのね、子育生活にちょうど切り替わるきっかけ、なんで切り替わったかっていう話をまたね続きしたいと思います。またあの予告をしてからやりますので、はい、ありがとうございます。サインたくさんありがとうございました。それでは皆さんも良い夢見てください。おやすみなさい。またねー。